なかなか来ないわね。解説役を買って出てくれたのはいいが、随分待たせるな。お嬢様のご機嫌でも損ねたのかしら。まあ、あいつも忙しいだろうからな。今日は何をやるのか聞いてるの？ああ、一応な。事前に問題ないか確認はしているぜ。爆弾みたいな案件を持ってこられたら大変だものね。そうだな。ちなみにどんな内容なの？今回ある内容なんだが。皆様、はじめまして伊賀酔い咲夜と申します。高魔館のメイド長をさせていただいております。以後お見知りおきを。昨夜からの持ち込み企画なんだが。って、昨夜来てるわよ。時間止めてたのかよ。すみません、妹様のお相手をしていたら、遅くなっちゃいました。フランに捕まったんじゃ仕方ないわね。到着して早々申し訳ないんだが、解説の方お願いできるか？お任せください。それじゃ、よろしく頼むぜ。ところで昨夜は、どんな内容の解説をするの？今回私がお話しするのは、AV に出演するにはどうしたらいいのか、女性編です。ちょっと待て、事前に聞いていた話と違うじゃないか。マリサに話した内容じゃインパクトが足りないと思って、変更しちゃいました。勝手に変更するな。内容がヤバすぎるわ。いや、そんなにヤバい内容じゃないから大丈夫ですよ。安心してください。全然大丈夫じゃない。そうですかね。それじゃあ始めていきますか。人の話を聞け。というわけで今回は、AV に出演する方法をご紹介していきます。普通に始まっちゃってるわよ。やるしかないか。昨夜は AV 業界に詳しいのか？業界歴は10年以上になりますね。マジか。業界人のオーラはないわね。もっとやから感の強いやつがやってると思っていたんだがな。そういう人もいますけど、今は減ってるんじゃないですかね。そうなのか。今回は女性編ってことなんだけど、男女で違いがあるの？そりゃそうだろうな。AV 女優と AV 男優じゃなり方が違うだろうし。そうですね。ただ AV に出ているのは女優と男優だけじゃないですからね。他に誰がいるの？エキストラという選択肢もあります。確かに、彼氏や旦那役なんかもあるしな。マリサ、詳しいわね。一般常識として知っているだけだぜ。さて、ではどのようにして出演するのかですが。簡単だな。制作会社に女優になりたいって申し込めばいいんだろ？残念ながら違います。昔はそういうやり方もあったようですが、今は裏ビデオ的なものでない限りはほとんどないですね。裏物ならあるの？最近では SNS などを使って素人女性と交渉するなんて話もあるようですが、そういった内容のものは基本的に、大手の動画サイトには上げられないので、FC2 とか X ビデオとかボーンハブとかそういったサイトに流れることになります。その手のサイトはモザイクのないものが多いですので。ちなみにモザイクのないものは違法になりますから、注意しないと罪に問われる場合もあります。確か、某女性 YouTuber が捕まったのも。あれは無修正での配信ですので、似ているとは思いますが、少し違いますね。いきなり違法な案件に触れるとは、先が思いやられるわね。ネットだとモザイクのないものもよく見る気がするが、違法になるんだな。日本では違法ですね。海外はモザイクをかけなくてもいい国も多いので合法になる場合が多いです。そういった理由があるので海外経由で日本の無修正 AV をアップしているところもあります。モザイクをかけるのは、やっぱり猥褻物頒布罪に当たるからかしら？そもそも、モザイクをかける理由は別のところにあると言われています。日本で性行為を収めたビデオを販売することは基本的に認められていません。モザイクをかけることによって性行為はしていない、挿入してないという言い訳ができるようにしているんです。もちろん、猥褻物頒布罪に当たらないようにするという理由もありますが。実際はどうなんだ？やっているのか？まあ、やってますよね。でも、なんでそんな言い訳しなきゃいけないの？やっているとしてしまった場合、売春防止法に引っかかるからだと思います。金銭を受け取って性行為をすることになりますから。なるほど。話を戻しますね。まず、AV 女優の場合ですが、プロダクションに所属して仕事をもらうのが一般的です。一般的ってことは他にもあるのか？あとは、個人で事務所を持って仕事をするパターンですね。個人でもできるの？たまにいますね。プロダクションから独立して個人で活動するパターンが多いです。芸能人と同じだな。そうですね。AV 女優も芸能人みたいなものですからね。やっぱり、芸能界と同じで敵対したら潰されたりするのか？そういう話はあまり聞かないです。AV 関係の方たちはメンツよりも利益を重視することが多いですから。ただ、個人でやるには知名度がないと仕事なんて入ってきませんからね。いきなりやっても無理ってことね。そうですね。あとは、業界に所属していない事務所の女優さんは使わないような流れもあるので、個人でやるにはそれなりに業界に長くいないと難しいかもしれないですね。ちなみに海外の女優さんたちは個人でやることが多いですよ。プロダクションには入らないのか？海外は日本とシステムが違っています。プロダクションはあるんですが、登録しているだけで、マネージャー的な人はいないことが多いんですよ。ま
まあ、プロダクションは仲介役みたいな感じです。だから手数料も安い。その言い方だと、日本のプロダクションは手数料が高いってことか？海外に比べたら高いですね。海外は一人紹介で200ドルぐらいですけど、日本は制作会社が払う出演料も6割ぐらいは持っていきますから。6割も取るの？事務所によって違いますけど、5から7割ぐらい取るのが多いみたいです。あと、女優さんによっても違うと思いますよ。AV 業界も芸能界に似てるのね。でも、芸能人のギャラに比べたらものすごく安いですけどね。ちなみにギャラはどれぐらいなんだ？そうですね。このことは、別の動画で話します。絶えないのかよ。ここでネタを使ってしまうのはもったいないので。私は早く終わらせたいんだけどな。さて、プロダクションに入るにはですが、多くはスカウト経由か、自分から応募の2通りです。騙されて AV に来る人はいないの？今は少ないとは思いますが、ゼロではないですね。プロダクションは星の数ほどありますから。実際に事件になったこともありますし。自分から応募するやつなんているのか？たまにいるみたいですよ。有名になりたいとかの理由で。あとは風俗店で働いている人をスカウトすることは、結構あるみたいです。人気になれば、風俗嬢よりも儲かりますからね。最近ではセクシー女優としてテレビに出たり、書籍を出したりする人も結構いるしね。一般人を相手に仕事をするよりは安全ですしね。余談ですけど、AV 女優さんの中には本業を別に持っている方も多いですよ。小遣い稼ぎってことか。まあ、副業って感じですね。中には、本業の人たちにバレたことで会社を辞めて、AV 女優に専念する人なんかもいますね。やっぱりどこかでバレるのね。インターネットの発達で、誰でも見れるようになりましたからね。見バレのリスクは昔より高いと思います。リスクはあるってことね。さて、次はエキストラについてです。エキストラは女優さんとは何か違うの？エロあり、エロなしで違いがあります。エロありは読んで字のごとく、露出や簡単な行為などを行う役です。触られたり、脱いだりする仕事ですね。行為っていうのは、そこは突っ込んじゃ。まあ、フェラしたりとか手こきしたりとかですかね。エキストラなので絡みはないですが。絡みってなんだ？セックスのことですね。やっぱりこいつ業界人だわ。もうね、ナチュラルに用語使うし。エロありはほとんどがプロダクションから派遣された女優さんが行うことが多いです。エロなしの場合はどういうルートなの？エロなしの場合は、手配師と呼ばれるエキストラを集めることを仕事にしている方がいるので、その方に頼むことが多いです。ただ、若い女性は少ないので、集まらない時はプロダクションに頼むこともありますね。若者には不人気なんだな。まあ、男性は興味があってエキストラに参加する方もいますけど、女性の場合はできるだけ関わりたくないと思うのは普通だと思いますよ。私もできれば、今日の解説には関わりたくないわ。霊夢、諦めろ。それじゃあ最後に、今から AV に出演したい女性にアドバイスです。1、事務所選びは一番大事。2、見バレなどのリスクを考えた上で出演を決めること。3、容姿に魅力がないと売れるのが大変。4、一生残ることを覚悟しよう。5、撮影現場が見てみたい、物好きな方はエキストラで。1は、収入や活動などに大きく影響してくるので、最初から AV 女優を目指すならちゃんと考えて選んだ方がいいと思います。取り分の話は一番大事よね。出演料の取り分は、事務所によって違うのでしっかりと確認しましょう。それに、事務所の売り込み方次第で仕事量が大きく変わりますからね。最初にどこを選ぶかはとても重要だと思います。労働契約を交わすわけだから、当然だな。ちなみに、スカウトを通して所属した場合、スカウトへのマージンも発生するので、ギャラの取り分はその分少なくなるようです。やる気があるなら自分から行く方が稼げるってことね。あくまで取り分の話ですけどね。2の、見バレについては、絶対にバレないということはないと思います。人情報を簡単に特定できる昨今だものね。3、については、顔がいい、スタイルがいい、巨乳である、貧乳である、背が小さい、背が高い、感度がいいなどある程度自分を売り込めるものがないと仕事をたくさんもらうことは難しいです。多くの女の子が制作会社に面接に行きますが、採用されているのは2割ぐらいじゃないですかね。もちろん会社によって求めるタイプの女優も違うので一概には言えませんが。意外と狭き門なんだな。誰でもできると思ってたぜ。出演する人が少ない昔なら誰でも行けたかもしれないですが、今はルックスやスタイルのレベルも高いですからね。また、余談になりますが、整形してる人は多いですよ。多分5割ぐらいはどこかしら、いじってると思います。マジっすか。AK ループにはまる人もよく見ますね。AK して、人気が出て、お金が入って、また整形する、みたいな。無限ループになりそうだな。コンプレックスがある人ほどハマるんじゃないですかね。まあ、本人じゃないのでわかりませんが。しれっと爆弾仕込むのやめなさいよ。早く本筋に戻さないと、いらんこと喋りそうだな。それに女優さんはリスナーが多いので続きをお願い。すみません。つい喋りすぎちゃいました。
4については現在、女優さんは作品の取り下げというものができるんですが、作品の取り下げってなんだ？発売から5年以上経過したものについては、本人の意思で制作会社に削除依頼ができるというものです。また、諸事情により削除したい場合も削除依頼ができるようになっています。よくあるのは、就職に影響が出るのでとか、結婚するのでとかがありますね。じゃあ経歴は消せるってことなんだな。丸4を思い出してください。あ。本当は削除されないってこと？いいえ、削除はされます。ですが、それは表のものだけです。海賊版のサイトやネットに出回ってしまった作品、すでに流通に流れて販売されてしまったものについては手が出せないので、一生残ってしまいます。制作会社が削除しても止まらないってことなのね。円盤もデータも誰が持っているかなんて把握できませんからね。やるなら覚悟を決めろってことね。どういうことです。まあ、これでも昔よりは女優さんたちの権限は増えましたけどね。二次利用するのに、少額ですが金銭が発生するようになったりしていますし。芸能界に近い感じになってきてるんだな。丸5のパターンの方は少ないと思うのでこれは割愛します。でも、手配師の方とはどうやって知り合ったらいいのかしら？昔は友人の紹介とか、テレビや映画でのエキストラつながりとかが多かったですが、最近は SNS なんかでつながるんじゃないですかね、知らんけど。いきなり投げやり。まあ、元女優の方とかもたまにいますけどね。仕込みが多いってことだな。狭い世界ですからね。というわけでちょっと喋り足りないですが、今回はこれぐらいにしておきます。言い忘れていましたが、18歳以上の方でないと出演はできません。昔は姉の免許証とかを使って出演しようとした未成年がいたりして、大変な目に遭いましたが、今は事務所も捕まりたくないのでその辺はしっかりしていますね。貼っておかないとやばいこと口走りそうで怖いぜ。早く終わりたいわ。次回の出番の時は男性編をお話ししようと思います。昨夜はこの路線で行くってことね。やり始めてしまったことは仕方ないからな。機会があったら次回も頼むぜ。質問などがありましたらコメント欄にお願いします。わかる範囲、かっこ、言える範囲で質問にはお答えしようと思います。それではまた。なんとか終わった。とりあえず解説役は来てくれたけど、内容は散々だったわね。そうだな。まあ、個性があっていいんじゃないか？最初はヒヤヒヤだったけど、知らないことを知るのは楽しいことだ。それもそうね。でも、毎回だと体に悪いわ。少し他のネタを挟んでからの方がいいわね。昨夜に伝えておくぜ。ここまでのご視聴、ありがとうございました。今回の話が良かったという方はチャンネル登録と、高評価をいただけたら幸いです。次回はどうしようか？私の独断と偏見入りアニメレビューやってもいいかしら。じゃあ、次回は任せるぜ。了解しました。それじゃ、またな。次回は私の回なのでお楽しみに。